お、行けましたね。来ました。来た。さっきショールームがさ、立ち上がらなくて、立ち上がらないっていうか、なんかまた何回もやり直してくださいみたいな感じになっちゃってたので、大丈夫かな。最近電波悪いからさ、普通にこうやって喋ってたらさ、止まったとかさ、動いてないよ、何今何話してるのって、普通に配信できてるか心配なんですよなんかね、調子悪いんですよね。うん、今のところ大丈夫ですか。じゃあよかったです。なんかあれですかね、これ七夕のギフトかな、かわいいね、泡みたいな。ありがとう。短冊もかな、かわいい、ありがとう。なんか牛のギフトありがとうございます。ハイキーさん、こんばんは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 。今日は一日お疲れ様でした皆さん。私さっきメールを2通送ったので、今月も取ってくださってる方はもうすぐ届くと思います。ちょっとギリギリ滑り込みで遅れました。22時59秒まで遅れるのでメールはそこに滑り込んで、検閲に引っかからなければ届くと思います。毎月定期購読ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。私はいつもねギリギリを攻めるのでだから9時、やばい、もう59分やってなって、もう10時1分になるまでに滑り込むようにいつもね送りがちなんですよそうでもなんかギリギリを攻めてるメンバーもいますよ。てかね、なんか気づいたらあ9時だって思うじゃないですか。そろそろメール送ろうって思ってても、その間になんかやることとかあったり、特にねなんか公演とかあとお仕事とかがねやっぱあったり、公演とかね移動中だったりとかすると、なんかねついね58分59分とかになってね、あやばい、そろそろだ、そろそろ今日の一日のメールの締め切り時間が来るってなって焦るんですよね。これ割とあるあるかもしれない。メンバー、これ今度ちょっと言ってみようかな、もしあるある言う話になったら、メンバー間あるある、メンバーならではのアイドルしてると感じること
あるある、時間ギリギリにメールを送りがち。食べかけの愛にラップをかけて。なんか雨すごかったね。今日すごかった。ちょっとお水持ってこよう。夜中だったかな、なんか警報みたいな、警報なっ、え、鳴ったよね。そう、私それでさ、うおーってなってさ、携帯がさ、あれすごいびっくりさせられるじゃないですか、ピャン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 ってピャン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 チャンランラン、うおーって思って、え、待って待って、地震と思ってパッて見たら、そう、避難指示でした。びっくりした。焦る焦る、起こされた、起こされるよね。あれあれさ、あの音アラームにしたらいいんじゃないかなってちょっと思ったけど、でもそのなんか地震が来た時、自信が感じなさそう。あれ、ならないように設定することも一応できるらしいですよ。避難してないです。ダン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 、あ、地震はあれか、なんかドラン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 か、ドゥルン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 、地震です、地震です、ドゥルン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 、地震です。いや、どっちもなんかあれやだ、ドゥン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 、ジャン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 、あれも嫌だ、もう死にそうになる、もう心臓がこんぐらいになる、あって、そう、トランドラントラントラン、もう怖い、あってなる。取られるの何。あー、まあ確かにね、不快な音の方がね、うん、あれだよね、耳障り悪いからさ、そこに気づいてもらえるようにしないといけないからね。あの音が一番危機感を感じやすい。だからさ、あの音程でさ、人に何か伝えたらさ、不快だとは思われるけど、一応その警告として何か伝えたいときは、あの音程とあのリズムで言ったら人に聞いてもらえるんだ。待って。ダン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 、ダン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 ですよね。ダン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 、
デン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 。金貸して金貸してやばい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 、ダメ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 だ。あの聞いてもらえるけど深いって思われるからね、ダメですね、ダメ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 。でもらえないな。てん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 。再販です。掲載を返してください。掲載はしましょうね。販で再販で再販を忘れずに。計算をしてください。必ずにしてください。お話し会大半です。計算をしてください。お話し会大半です。何回も大半をいたします。そのために申し込みしてください。計算も忘れずにしてください。必ずにしてください。決済締め切り30分前。てかさ、あのさ、地震とか火事の方のさ、あの声がめっちゃ怖くない？地震ですみたいな、なんかさ、もう喉のここら辺からさ、もうさ、うわってさいうレベルでさ、火事です地震です、ここら辺のなんかさ、なんか特殊な筋肉使ってさ言うくない？なんだろう、なんていうかな、ドゥルン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 、地震です地震ですみたいな、なんかさ、なんかここのなんかよくわからん筋肉使って言ってくるからさ、本当に怖いんだよねあれ。あれ何なんだろう、なんか地震です地震ですとかじゃなくて、なんか地震です地震ですってこうパッパッって言うんじゃなくって、もうなんかここら辺からもう、もう臓器が出るレベルのさ、地震ですってそういうか、なんか あのすごい引っかかる。え、なんか今度今度聞いてみてくださいっていうのもおかしいけど、どういうこと？なんかすごい苦しそうな感じ、苦しそうな感じでなんか言うなっていつも思います。カチューシャ外しながら君が海に振り返って、カ
風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ。思っているのに過重症。強い揺れに強い揺れに警戒してください。すごいよね。強い地震です。強い揺れに警戒してください。エピエピエピレイエピエイ。どうで歌舞伎って言われてる。よーポン。あわありがとう。たたたさ、今日粗大ゴミのさ、粗大ゴミを捨てたいなと思って、ゴミのなんか処分のね券買ったんですよ。ゴミ捨てるのにもお金いるんだと思って、なんかちょっと ってなりました。そう、券貼って出します。なんかね、大きいカーペットを捨てたいのと、あとね、なんかこれなんていうのかな、でっかいスーツケースみたいなやつ、クリアケースみたいな。あくびが飛ばない。そう、ゴミのなんか金が必要なんですよ。安佐南区の施設に持ち込むと無料。あ、そうなんだ。へえ。でもさ、キャリーケースあるじゃないですか。あれはさすがにあの分断できないじゃないですか。カーペットだったら切り刻んで捨てることできるけど、頑張ればね。キャリーバッグってさ、あれ破壊してなんか粉々にして捨てるのちょっと大変じゃないですか。だからああいうの一番捨て方困るよね。無理ですよね。そう、壊れないようにできてるよね、そもそもキャリーバッグって。もらってほしかった。
ティングで皆さんへのプレゼントにあげればよかったんだ。なるほど。なるほど。なるほど、なるほど、なるほどな。でもいや、もう仕方ない。あ、そうなんですよ。リニューアルするんですよ。ファンクラブサイト。そうなんです。私は結構シンプルな感じにしました。背景とか。服はちょっと妖精っぽいんですけど、なんか音楽の妖精って感じです。音楽の妖精。あれ縄跳びじゃなくてね、自分で撮影できるやつですよ。パシャって。そういうのがあるんだよ。自分で撮影する。そうそうそう、セルフポートレートってやつ。あれ風にしました。セルフポートレート風。ちょっともう分からなかったら調べてください。疎いんだから、疎いんだから。皆さん、からー知ってても聞きたい？知ってても聞きたい？知ってても聞きたい？電話風動画。愛子ちゃんが説明してくれると嬉しい。愛子ちゃんが説明してくれると嬉しい。嬉しい。トゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥ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 ルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 まだ何か。何でもないよ、何でもないよ。ペシ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 叩くぞ叩くぞ、ピシ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 、ほら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 、ドキドキ、ほら、ピシ、あ、ほら、ピシ、ここにね。ここにさ、
捨てるカーペットがあるんですね、こう目の前に。これね、あの叩き放題なんですよ。楽しいですね。これなんか汗かいていい運動になりそう。おい、こっちに来い。ほら、逃げるんじゃない。逃げるな。逃げるな。なんで逃げようって言ってんだよ。おい、おい、逃げるんじゃない。思ったより大きいでしょ。いいですね。ちょっといい運動になる。いい勝負だったな。いい勝負だったよ。よし、帰れ。帰りたまえ。いけ。いけ。はい。まあちょっと私の方が強かったですね。あのビビってました。はい、ビビってましたね、完全に。まあ、私から仕掛けたわけじゃないんですよ。でもむしろカーペット側がパンチしてこいよって言うから、ちょっとね、私もね、やっぱ売られた喧嘩はね、あ、なんだよ、なんだよ、黙ってろ、黙ってろ、私が喋ってるんだよ、黙ってろ今は。でもね、あのね、こういうちょっと挑発的な、ね、ところがあるので、その売られた喧嘩を買わないとっていうところですよね。そう、煽られた側です。
運動になりますねみんなもなんか処分する前ちょっと殴ってみてください。なんだよネコパンチ。でもなんかね、私ね、なんか仲良くなった人とか仲良くなった人とかなんかね、あの親しい人に対してはね、結構ね、あのパンチしがちなんですよ。そんなあのあれじゃないよ、全力じゃないよ、全力じゃないんだけど、がうら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 ってなんか本気じゃないよ、本気じゃないんだけど、なんかお母さんとかにも、なんかお母さんの二の腕とかにこうやってえっ、そう、わかる？わかる？ね、わかる人いる？そう、仲良くなったら私結構お腹とかパンチするんですよ。そう、だからなんか仲良くなった印って思ったら、お腹を殴られたって思ってください。あとなんかね、その仲いい人のなんかここら辺の空気の周りをなんかもうなんか狙ったりする、ここら辺狙ったりする、なんかこうやってなんか空気攻め、ここに人がおったとしたら、人がおったとしたらこうやって。そう、空気攻めとあの体パンチは結構仲良くなった人によくする。わかんない男子高校生みたい、確かに。そうだね、それがなんか無反応であれば無反応であるほど、お強いなこやつって思って、結構なんかね、結構なんかあの手応え感じる、うん、そう、なんかお腹とかその肩とかにパンチして無反応、なんかボーッとこうされてたりしたら、お
やるなと思って加速します。そう、あとなんか空気攻めをしてもなんかぼーっとこう前向いてるだけだったりしたらもうビビらないのか、やるなと思ってさらに攻めていきます。誰かメンバーにやったことある？メンバーにやったことあるかな。でもなんかメンバーはさ、なんかそのメンバーは傷つけたくないじゃないですか。メンバーは傷つけたくないってなんかちょっとおかしいけど、おかしくはないか。じゃあ傷つけていいとか傷つけていいのかって話だけど、なんか顔とか危ないじゃん。顔とかここら辺危ないじゃないですか。だから結構なんかそれをずっと理解してる人にだけ、理解してる人ってまあ家族しかいないんだけど、家族とかまあ友達、あ、でもユキリカによくやるかも私。ユキリカに、うん、肩とか、ってやった。やったらなんか痛い痛いみたいな感じって言われます。私が悪い？違うよ。これは修行なんですよ。愛の修行なんです。それをこれを受けたら強くなるんですよ、人は。これを受けたら、そう、強くなる。強くなれって言ってるんです、私。男を見せろ。強くなれ。修行者修行者っていう感じです。ユキリカは女性ですよ。確かに。あ、じゃあやっぱファンの方にやろうかな。じゃあファンの方に今度会ったらパンチしますね。耐えろ、耐え忍び、このパンチ一つでひるんでんじゃねえ、うらー、やどけるねえ。やりませんよ。やりませんやりません。もうみんなかわいそうになってくる、そんな。
と中和しとこう。なんかにゃん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 。ちょっと今から中和タイムです。私がなんか空気切りとかパンチとかちょっとなんか変なとこ見せちゃったから、にゃんにゃん、にゃんにゃんにゃん。ダメ？にゃん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 にゃかわいい配信ですねって言われた。真顔で見てもやめてよ。全画面モードにしたら下が映ってる。嘘。じゃあ私シャツめっちゃ出てる。直しとこう。何、嘘つかないでよ。犬が犬であるようにで。僕は僕でありたい。え、なんか札幌ポテトが食べたくなった。もう札幌ポテトが食べたくなった僕は僕でありたい。来ました、小島愛子選手、やりました。今のは素晴らしかったですね。もう素晴らしいパフォーマンスでした。
小島選手の素晴らしいところはやっぱりあの冷静に何度もあのペットボトルを立てようと集中して取り組むところが小島選手の素敵なところだなと思います、ね、そうですよね、僕もすごく思います。やっぱりこうね、一点集中という感じで そんな姿勢が彼女の、うん、良さだと思います誰にこの喜びを伝えたいですか？そうですね、やっぱりこのペットボトルチャレンジが成功できたのはやはり普段応援してくださっているサポーターの皆さん、それからいつも普段の生活を支えてくださってるコーチやまあそうですね、グループのみんな、それから家族、そして友人、もう本当に私に関わってくれてくださってる皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。次回に向けて一言お願いします。そうですね、あのやっぱりペットボトルチャレンジっていうのはやっぱりそう簡単に誰でも達成できるものではないと思うんですけど、やはり、次は1回目で成功できるように、そうですね今度は一発目で達成して、高得点もらえるように次の、試合に向けて、また、整えて頑張りたいと思います。成功の秘訣はあまり考えないことですね。やっぱりその時の、 あのその瞬間のバランス感覚っていうバランスを結構こう全身の神経研ぎ澄まして、やはり一点集中っていうのが私の戦い方なんじゃないかなと思うんですけど、まあそうですね、その時になった、その時の感覚みたいなものです。さあ小島愛子選手、今季は、何度かミスした上でのペットボトルチャレンジとの達成となりました、今回、ご本人が目指す一発目での達成となるんでしょうか。ゲーム。で、おーっと、ここで失敗してしまった小島愛子選手。あ、2回目はどうでしょう。おーっと、2回目で成功した小島愛子選手、今季記録更新です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、そうですね、日本新記録ということでそうですね、まあ、素直に嬉しいです。はい、オリンピック出場ということで、はい、もう残りの期間もうたくさん練習を重ねて万全の状態で本番を迎えられたらと思います、はい、次の
目標、そうですね、次の目標は、まあ、でもここで、まあ、2回目の成功となってしまったので、まあ、目標、ずっと目標に掲げている一発目の達成っていうのはやはり次の大舞台で、はい、果たしたら一番かっこいい状態なんじゃないかなと、はい、思います。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとすいません、お時間なので。ありがとうございます。ありがとうございました。私の茶番に付き合っていただきありがとうございました。いかんちゃんよしえさん、面白い女、ありがとう。次は何しようかな、次のオリンピック、はあ、次のオリンピックに向けて、ね、もうすぐでオリンピックですね。こちら飲みかけの水でございます。こちら飲みかけの水なんですけれども、こちらですね、はい、ただの飲みかけの水でございます。はい、はい、飲みかけのお水なんです。そうです。でここから何が変わるのかと言いますと、飲みかけの水です。はい、飲みかけの水です。ここから何か変化が、一つあります。はい、変化がですね、これから皆さん変わるのでよく見ていてください。皆さん、量がですね少し減りましたね。すごい、わかりますか皆さん、こちら見かけの水になりました。はい、見かけの水、こちら皆さんありがとうございます、反応。はい、そうなんです。そしてもう一つポイントがあります。これがですね、ここご覧ください、飲みかけの水でございます。はい、素晴らしい。終わります。みんな
今日もありがとうございました。暑すぎても髪の毛がもう読みます。13位ソリオさん、12位ズーミーさん、11位なべなべ所長、10位ウミガメ、9位ウリン、8位デサイズハート、7位クジマサ、6位マナブ、5位マーグー、4位ガンちゃんヨッシー、3位ハイキー、2位ノギン、12007、1位はジャボテン。ありがとうございました。今月もよろしくお願いします。あ、まだ1時間経ってない。1時間経ったら終わります。あと5分ほど。じゃあみんなが元気になる言葉を言いたいと思います。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、本当に大丈夫大丈夫、そんなこと気にしなくていい。大事なのは本当に自分がやりたいことと、それから自分が正しいと思って自信持って進める方向だったらね、大丈夫だよ。そのまま進んでいけば大丈夫。じゃあもう2パターンぐらい、もう2パターン。そうだな。起きろ起きろ、起きるんだよ。二度寝なんて甘えるな、甘えるんじゃない。今すぐ頭を枕から離せ、背中をベッドから離すんだ。起きろ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 、顔を洗え、めちゃくちゃ冷たい水で顔を洗え、起きろ、起きて仕事に行け、疲れたら美味しいものを食べるんだぞ。じゃあ最後のパターン、最後のパターンは、じゃあちょっと厳しい系だったので、今日もお疲れ様、頑張ったね、頑張った頑張った頑張った、もう頑張った、もうこれ以上考えなくて OK、 まあ、あとは明日に備えて寝るだけ。頑張ったからなんか甘いものをでもいいし、しょっぱいものでも大丈夫。自分がね、なんか食べたいなって思うやつちょっと一つ用意してご褒美に食べてね。でゆっくりお風呂に入ってたくさん寝るんだよ。明日もまた早起きするでしょ。明日も忘れ物には注意して、雨が降ってるかもわかんないけど滑らないように気をつけて頑張ってね、行くんだよ、頑張れ。どうですか3パターン。
どうですか3パターン。なんかこういう系の動画出したらみんな見てくれそうだな、ファンクラブ。応援してくれる、応援してくれる電話越しの愛こじみたいな、どうですか、見てくれますか。わかった、じゃあ分かった、じゃあ頑張って作る、頑張って作るから、みんなしつこく私に作れって言ってください。はい、それでは本当に終わります。はい、おやすみ、みんな熟睡してね、熟睡してね、明日の一日がいい一日になりますように、おやすみ。